声優と夜遊びウィークエンド初の公開生放送イベント、声優と夜遊びウィークエンド公開生放送スペシャルは神奈川パシフィコ横浜にて10月9日に開催され、 ABEMA PPV オンラインライブでも独占性配信された。本イベントには、MC の森久保祥太郎と中村修吾に加え、声優と夜遊び、木曜日 MC の石川海人、金曜日 MC の畑中佑も出演し、ゲストに岩田光雄、小山剛、西上月、高橋千秋を迎え、夜遊びチームとゲストチームに分かれて戦う特別企画、ウィークエンド軍 VS ゲスト軍上がる大抗争 in パシフィコ横浜を行った。トーク力が問われるエピソード対決やカラオケ対決など、様々なコーナーで白熱のバトルが繰り広げられ、大盛り上がりの2時間となった。総勢8名で乾杯。声優と夜遊びウィークエンド、初の公開生放送ということで、いつも以上に上がる森久保、中村のもとへ、夜遊びファミリーの石川、畑中も加わり、大盛り上がりの中スタートした本イベントに、サイガがボスのブラック組が、番組を乗っ取りに来たという設定の、茶番を繰り広げながら、ゲストの岩田、小山、サイガ、高橋がステージに登場し、会場のボルテージも上がっていった。その後、一度、設定を解いたゲスト4人と共に、総勢8名で乾杯をし、和気あいあいとオープニングトークを繰り広げる中、高橋の胸を拝む恒例行事、ご参拝も披露され、会場は笑いに包まれる。イベント内では、8月15日放送の、声優と夜遊びウィークエンドシャープ6で行われた、MC チームとゲストチームとの対決で、一度、敗北した小山からのリベンジを受け、夜遊びファミリーで構成された、ウィークエンド軍とゲスト軍の抗争が、再び勃発する。まず、仕事やプライベートでの緊張したエピソードを語る、緊張感を伝えろ。上がった自慢対決では、サイガ、畑中の初めてステージ上で歌を披露した時のエピソードや、中村の大先輩である山寺宏一のラジオを代打した話、また、高橋の高い場所にかなりビビりながら、ライブパフォーマンスをした話など、緊張感が伝わるエピソードの数々に、勝敗をつけがたい結果になる。すると、森久保が、卓球で勝負だーと叫び、番組お決まりの、卓球対決、で勝敗を決める流れとなり、おかしいおかしい、笑、卓球とツッコミが入る中、岩田、サイガペアに、中村、畑中ペアと、卓球初心者同士のグダグダな試合が繰り広げられ、なんとかゲスト軍が1勝を勝ち取る。テクスト、美声で答えろ、上がるアンサー対決、2分の2。1、2位。